アドゥア・マコトは、熊本県熊本市中央区出身のプロ野球選手。宇ト右内、広島東洋カーアップ所属。兄は、PC リーグ、新潟アルビレックスベースボールクラブ所属のアドゥア大。小学校から、熊本中央リトルで野球を始め、熊本市立出水中学校時代は、熊本中央リトルに所属。松山清両高等学校では、1二年の時は、 全国的には無名だったものの、3年夏の第98回全国高等学校野球選手権大会にエースとして出場した。同大会では、準優勝した北海高等学校と初戦で対戦し、さよなら負けで敗退した。高校の2学年後輩には、土井法人がいた。2016年10月20日に行われた、ドラフト会議で広島東洋カープから5位指名を受け、 11月17日に仮契約を結んだ。2018年は開幕を1軍で迎え、その後一度も2軍に落ちることなく、中継ぎとして活躍した。4月26日の横浜 DNA ベイスターズ1000でプロ初ホールドを記録し、19歳6ヶ月でのホールドは球団最年少記録となった。二千十九年四月十日に一軍昇格。 4月23日の中日ドラゴンズ戦でプロ初先発を果たした。3度目の先発となった5月12日の DNA 戦でプロ初関東でシーズン初勝利を挙げた。この試合では自身のバットで敵地打も放ち、鈴木誠也、磯村義隆と共にヒーローインタビューを受けた。2020年ワニ軍では先発で10試合に登板し、5勝3敗。 防御率2.19の成績を残したが、9月26日の2軍公式戦闘番を最後に、実戦から離れる。休息を追い求めた、結果、上半身に頼って、投球のバランスを崩し、肘に負担がかかって故障し、10月22日には、群馬県館林市の病院で、右肘関節胸師下骨軟骨走破、骨極切除の手術を受けた。 プロ1年目以来の1軍登板なしでシーズンを終えた。2021年は、春季の2軍キャンプにて、ブルペンで立ち投げできるまでに回復。アドゥアの、投球フォーム長身から投げ下ろす、最速時速150キロメートルのナチュラルに動く、速球を持ち味とする。変化球は、チェンジアップ、カーブ、スライダーを投げる。また、フィールディングを得意とする。 ナイジェリア出身の父と日本人の母を持ち、母は元バレーボール選手で大英オレンジアタッカーズで7年間プレーした坂本潤子。ありがとうございます。